やりますよ。10月24日25日土曜日日曜日、私たち皆さんは24日に出ます。ぜひ来てくださいね。他にもいっぱいいいアーティストが出ますから。ということで、新しいシンセもそのために買いました。いくよーん。10月24日、ルナさんだからね。これは当日使うシンセですか？もちろん、そのために買ったんですよ。そうですか。はい。でもこの下のシンセ、バイラスも捨てがたいというか、いいシンセですよね。ずっとこれ使ってたんですけど、この間たまたまね、なんかネットにこれのなんかデモ演奏の映像があって、それ見て応援ビート悩み抜いたんだけど、ずっと俺たちはどっちかというとローランド系だったんで、ですね。あんまりさ、コルグについてはずっとなんかバカにしてたんですけど、バカにはしてないですか？バカにはしてないんだけど、なんか違うよねみたいな、ちょっと女子っぽいよねみたいなことしたんですけど、これそのデモ演奏を見てからさ、どうしてもこの音が耳から離れなくて、それでずっと悩んだら、やっぱ親耳も同じこと言ってたんで、よし、ここはちょっとローランド一本にできたんですけども、コルグを初めて人生で初めて買いました。初めてですか？いや、ほんと初めてよ、コルグは。え、M1 とかも買わない？買わない、買わない。なんかわかんないんだけど、あ、ポリシックスは買ったかもしんない。ああ、そうなんですね。ポリシックスはね、結構良かったんですよ。うんうんうん。でも今、ポリシックスはさ、なんかアプリのタカとかあるんだよね。うんうん、あれ結構いいんですよ。うんうんうん。だいたいほら、最近さ、ほとんどさ、うん、俺なんかシンセさ、ほとんどあれですよね。iPhone のさ、アプリでほとんど済まってますよね。そうそうそう。でもこれは久々に実機を買って、そう、もうアプリでいいじゃんって言ってたんだけど、その中でも久々にこれはね、そう、うん、でこれがいいところは、俺ね、根本的にミニ鍵盤が好きなのよ。うんうんうん。なんかミニ鍵盤の方が俺はなんか弾きやすいような気がして、うんうん。あとこれ軽い、うん、軽い、大体これケースの方が重い気するもん。そう、うん。で、今回ケースも買ったんですけどね、うん、それは一応ほら、こっからね、池川に持ってくのに、うん、裸で持っていけないじゃん、うん、だから本当にさ、本当に楽しみなんだよ、うんうん、今日もずっとそれでその10月24日のライブのためのいろいろ曲をいろいろここでね、うん、どれにしようかってやったんですけど、やっぱね、ルナさんいい曲多いね。多いんですよ。それがね、今回このシンセが加わることによって一段とね、スペーシーですね、一段とさ、ちょっと他の音色も聞かせてください。はい。
宙との交信してますね。ね。うん。いや、これ、俺それ今日初めて使ったんだけどさ、いい音ばっかなんだよ。うん。おしゃれなね。おしゃれだよね。感じだね。うん。